小林ディエナキャスターは、兵庫県神戸市出身で、番組中に、たまに関西弁が出ます。可愛らしいですね。今回は、D ちゃんのトークハプニングの動画です。それではご覧ください。沖縄市のみんみん521さん。薄雲。熊ゼミが鳴き始めました。コスモスにカマキリが止まっています。蒸し暑い陽気ですといただいています。クマゼミが鳴き、コスモスにカマキリ。あれなんか、世界が進んでいる。そうなんだ。ほんまや、ちっちゃい、めっちゃちっちゃいですね、このカマキリ。え？お花の、なんか一部がこう顔を出してるのかなと思ったんですけど、ここ、ボディが全部いる。そうな、もうコスモスも咲いていて、カマキリもとついてて、ああ、まだ見渡したら、クマゼミも鳴いてるんですって。いやー、沖縄市からは、なんだか季節がね、いろいろ合わさったような、ご報告をいただいていました。お天気としても影うっすらのご報告です。今日もね、蒸し暑い陽気とコメントいただいています。さて、今日のお天気を中心にこの時間はお送りしていきました。そして、今日からウェザーニュースの新テレビ CM が放送中ということです。サンシャインのお時間では全7パターンを皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思っております。この時間は3つ目のパターンですね。ここからはお送りしていければと思いますので、ぜひ感想なども教えてください。この後番組は、9時より再開いたすの、一緒だ、ふ先走ってしまいました。またね、9時にお会いしましょうね。ということで、ここからはぜひ、テレビ CM の方をお楽しみください。どうぞ。天気って何でチェックしてる？私はね、ウェザーニュース。ウェザーニュースって日本最大の天気専門会社のアプリなんだって。予報精度。ナンバーワン。ウェザーニュース無料。ナンバーワンだよ。